パワーオンセルフテストとは、コンピュータやプリンター、ルーターなどの電源を入れた時ブートの前に行われる処理を指す。用語は違っても、同様のシーケンスは、すべてのコンピュータアーキテクチャに存在する。IPL、ブート、ブートストラップなどと呼ばれる処理の前に行われる。ポストという用語は、PC、AT 互換機で使われ、一般化した。 ブート前の処理を行うコードを指すこともあるし、処理そのものを指すこともある。電源を入れると、ポストは BIOS によって制御され、さらにビデオや s c ジーなどの周辺機器の初期化はそれ専用のプログラムが分担する。そのような特定機能を分担するプログラムは、ビデオ BIOS、s c ジーバ BIOS などと呼ばれ、全体としてオプションロムなどと呼ばれる。BIOS が、 ポスト実行中に行う処理は次のようになる。BIOS コード自体が問題ないかチェックする。ポストを実行する契機が何なのかを特定する。システムのメインメモリを探し、大きさを調べ、問題ないか検証する。すべてのフロントサイドバスとデバイスを検出し、初期化し、登録する。必要ならば、個別の BIOS 群に制御を渡す。 システム設定のためのユーザーインターフェースを提供する。ブート可能なデバイスを特定し、選択する。対象 OS が必要とするシステム環境があれば、それを構築する。BIOS は CPU がリセットされた時にポストを起動する。CPU がリセット後に最初に実行しようとするメモリー位置をリセットベクタと呼ぶ。ハードリブートの場合、 ノースブリッジがそのコードフェッチ要求を BIOS のあるシステムフラッシュメモリに向けさせる。ウォームブートでは BIOS はラム内の適切な位置に置かれているのでノースブリッジはそのラム上の位置にリセットベクターを向けさせる。最近の BIOS ではポスト実行で最初になぜ起動されたのかを特定しなければならない。例えばコールドブートなら 全機能を実施しなければならないだろう。しかし、システムが電力節約モードやクイックブートといったものをサポートしている場合、BIOS は標準のポストにおけるデバイス検出工程をしなくて、すみ、すでにあるシステムデバイステーブルを使ってデバイスを設定できる。ポストの処理は本来は非常に単純だったが、PC の発展とともに複雑化してきた。 ポスト実施中、BIOS は、ハードウェアや OS がサポートすることを期待されている、様々な各種標準規格を考慮しなければならない。しかし、ユーザーから見えるポストと BIOS は、従来と、ほとんど変わらない、メモリテスト画面と設定画面でしかない。PC、AT 互換機の場合、主 BIOS は2つの部分に分けられる。ポスト部分は上述の処理を行い、 ポストが OS のために構築する環境がいわゆるランタイム、バイオスである。基本的に、ポストコードは役目が終わると、OS に制御が渡される前にメインメモリ上から消されるが、ランタイムコードはメモリに常駐する。このような分け方は単純化しすぎかもしれないが、もちろん、ポスト処理中にもランタイムコードが使われる。 イサバス向けのバイオスポストカード PCI バス向けのバイオスポストカード PCI バス向けのバイオスポストカード本来の IBM b i o s はポスト処理中にエラーを検出すると固定の IO ポートアドレス80にエラーを示す番号を出力するロジックアナライザーを使うか専用のポストカードを使うと問題がどこにあるのかがわかる表示器を搭載したマザーボードもある なお、OS が動作している間は、その iO ポートを監視しても、無意味である。例えば Linux は、ポート80を iO タイミングの調整に使用する。その後、BIOS ベンダー各社は、マザーボード上にあるスピーカーを使って、一連の、ビープ音でエラーを通知するようになった。出 m アミビオズ8チェックポイントビープコードリスト、バージョン1.9。 2007年10月11日、更新コンプティアの実施する A、コアハードウェア試験で特に出てくるポストビープコードは以下の通り、アップルのマッキントッシュにもコールドブート時のポスト処理がある。致命的なエラーが発生すると、マッキントッシュではチャイム音が鳴らない。1998年までに製造されたマッキントッシュでは、ポスト処理が失敗すると、 死のチャイムと呼ばれる音と共に停止する。画面には、泣き顔のマッキントッシュのアイコンが表示され、16真の文字列が2行表示され、それが問題特定の手がかりとなる。1998年に登場した iMac では、それまでとは大幅な変更が加えられた。初期火事に致命的なエラーが発生すると、以下のようなビープ音が発せられる。上記ビープコードは、 1999年10月に変更された。さらに機種によっては同時に電源 LED が点滅する。ありがとうございます。